クレイア軍はアメリカ合衆国イリノイ州に位置する軍であり、1950年に W.Mean Center of US Population に含むとアメリカ合衆国統計局によって決定された。2000年現在人口は14,560人である。ここの名称はケンタッキー州選出アメリカ合衆国上院議員及び19世紀のアメリカ合衆国国務長官である。 有名なアメリカ人政治家、ヘンリー・クレイに敬意を表してつけられた。ここの軍庁所在地はルイビルである。アメリカが州国統計局によると、この軍は総面積1217平方キロメートルである。このうち1215平方キロメートルが陸地で2平方キロメートルが水地域である。総面積の0.13%が水地域となっている。 2000年現在の国勢調査で、この軍は人口14,560人、5,839世帯及び4,500家族が暮らしている。人口密度は12平方キロメートルである。5平方キロメートルの平均的な密度に6,394件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人98.52%、 アフリカン・アメリカン0.11%、先住民0.23%、アジア0.52%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.21%、および本欠0.40%である。ここの人口の0.60%はヒスパニック、またはラテン系である。 この群内の住民は23.90%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.00%、25歳以上44歳以下が25.90%、45歳以上64歳以下が23.00%、及び65歳以上が19.20%にわたっている。中央値年齢は40歳である。 女性100人ごとに対して男性は92.30人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は89.10人で、ある。この群の世帯ごとの平均的な収入は3599ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は36675ベイドルである。男性は27813ベイドルに対して、 女性は2616六米ドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は15771一米ドルである。人口の11.80%及び家族の9.00%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の12.90%及び65歳以上の12.30%は貧困線以下の生活を送っている。 アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー、http://factfinder.census.gov2008 http、er. 年1月31日閲覧。ありがとうございます。